ただいた西アクアソンなんですが、皆さん、どこから来られたんですか？はい、今日は岡山からです。岡山から。正式には朝高松から天島寄って、それから室戸から今来ました。今朝の香川県がこの辺です。東に香川県です。いい中心が香川にね。それからフェリーでこっちに渡って。フェリーを今来るのはちょっと早く渡る来るのはと。今ずっとここです。今の心臓がどこまでするんだ。で、人口が、去年の春、2018年の4月が、1468人。去年그200018년 4월달이 1,368명이었습니다. 595세대가 있었습니다. 일본의 고령화率 65세 이상이죠. 그러니까 노리츠가 35.8%. 그 고령화율이 36.2%입니다. 네, 이게 2009년입니다. 아, 2019년, 올해 4월. 올해가 4월달에 데이터입니다. 1,454人の607世帯、1,354、607世帯、高齢化率が 36.2、高齢化が前年に 35.8%、 올해는 36.2% が出ました。順調に人口は減っています。順調に人口が増えているんですか？これ日本全体がやっぱり少なくなっていて、まあ、村だけが増えたり維持できているわけではないです。日本全体的な現象ですよ。ただ、ただ、こう減り方の何でしょうね、スピードが緩くなってきています。今、그런데이제이문제는그저급속한인구가감소가아니라그감소의폭이조금완만한것을유지하고있습니다。地域の特徴としては。93% が森林で、そのうちの 84% が杉やヒノキの人工林になります。지금그이동네특징은 93% が산림지역이고、그산림의 93% 중 84% 는인공林입니다。그러니까사람들이이걸쉽게하는거죠。で、次に行きまして、西アクアソンですね。2004年に、国がですね、基礎自治体、市、町、村を合併しろっていう、市町村合併が促進されて、その中で2004年に、国を合併、こういう小さいところを合併しなさいっていう話だったんですけど、合併しないっていうことを2004年に決めます。2004年は日本で政策的デジタルが있었는데、작은것은통합을하려는그런움직임이활발했습니다。그럴때이지역은우리는안한다，우리는자립한것을결의하고그분명히그거를선언을했습니다。合併しなかったのはいろんな理由があるんですが、こういう岡山県の一番端っこにあるところなので、合併してしまうともうこの地域に人が住まなくなってしまう。学校もなくなって、家もなくなってしまうんじゃないか、そういう地域になってしまうから、あえてちっちゃくても自分たちの力で登れるようにところを言うことにしました。왜냐면여기가岡山의가장경계지역입니다。만약에이지역이합병을하게된다면은이지역은중심쪽으로전부다쏠림을당해서이쪽은학교도모든이기반행정이나이런게다없어지게됩니다。차라리여기우리가남아서그것을스스로힘으로확보하자라는취지로이걸했습니다。동의를선언했습니다。それからですね、合併しないって決めたので、国から来るお金とかが減る可能性がすごく当時高かったので、自分たちがどうやって生き残ろうかって考えました。그래서그렇게독립을하지않는다면인센티브가거의다오지않기때문에중앙정부로부는지원금이없을거라고생각을하고그럼우리가그럼에도불구하고우리가살수있는생존의길을이제모색하기시작했습니다。そこで思いついたのがこの100年の森構想でして、
그래서 그때 우리가 이게 가지고 있는 최대한 이점을 살리자고 생각했던 게 백년 산림 구상입니다. 일본도 カナダと 外国からの木材が輸入をされていて、国内のこの木材の価格っていうのはすごく低迷していて、林業は衰退しているんですね。 지금 캐나다 같은 데는 그래서 목재를 쓰고 있기 때문에 굉장히 가격 경쟁이 잘 안 되니까 이 일본의 임업은 국내산 임업은 굉장히 쇠퇴를 하고 있었습니다. そこをですね。 さっき言ったようにその杉ヒノキがたくさんあるのであえてそれを再生させていくというチャレンジで地域を生き残ろう。これ、で、一見、反逆感としてもあるのは、とりあえず、その、山の、非常に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 、
ロスなく、すべて使い切るような組み立てを地域の中で作ろうというふうに今動いています。그나무로임원으로통해서나오는나무를이거를그냥그단순한나무로만하는게아니라이걸로에너지를만들고그리고거기서나오는단하나도버리지않고그걸전부다왜그꽁목과뭐기타를장식하듯이이나무로가진모든것을다하자이거를구상하게됐습니다네이후에설명する再生可能エネルギーもそうですし재생가능한에너지도그렇고요この林業自体もそうですし、それらの、その地域のプレイヤーといいますか、こういう取り組みをする人たちを外から呼んでくる、その取り組みがローカルベンチャー。그리고이런그재생에너지라든가이임업을통해서활발하게동네를회생시키고하는것도그렇지만이런모든것을외부로부터인재를불러들이자이게로컬벤처라는구상입니다これらをこう3つを合わせて進めていくことで一番下なんですけど今日本でも進めている SDGs の、まあ、日本で言うと SDGs 未来都市っていうんですけど、まあ、モデル的に取り組む地域として今西アクラソンも国から、認定を行っています。그래서이런이런여러가지그각양의노력들을통해가지고결국은2019년오늘이게뭐라고하냐면 SDGs 이게미래형미래도시형미래도시인정을받았습니다이거는지속가능한지역으로서정부로부터인정을받았습니다네まあこのパンフレットのようにこの3つで100年の森構想再生可能エネルギーそして人材の部分のローカルベンチャーの3つを組む何でしょうね組み合わせて進めていくことで地域の、まあ、再生というか活性化をしていこうというふうに今やっています。지금아까얘기한것처럼그기본구상의세가지임업을임업으로차지하고그다음에에너지재생그다음에외부로부터인재를와서활성화시키는걸로지역재생과활성화를지금활성화를위해서노력하고있습니다100년の森事業は山の、干ばつって言いまして、わかります？わかります。干ばつを、自治体がやります。지금그100년산림구상은뭐냐그러면이간벌을하잖아요간벌은지방자치단체에서하고있습니다그런데そこから出てくる財を、この地域に会社を起こして、商品にして売っていくということをセットにした取り組みです。이거는이제간벌은그간벌은사실이거는버리는거라든가아주싼그뭐랄까불태우고하는것을했는데그거를가지고여기서목재회사를만들어서그걸목재로만들고또는상품화해서하는것을하려는그런구상입니다今まではですねこの取り組みをするまでは山で切り出した지금이지금이런구상을하기전에는이렇게잘린나무목들간벌한것을이거를市場에出すだけ지금그원목으로그냥팔기만하고말았습니다だったのを自分とこのこの地域で商品にするところエネルギーにするところを地域内に作ったと그래서그랬던것을이지금이거를상품으로만든다든가그걸가지고에너지를
활용한다는 하는 것을 이 지역에다 회사를 만들었습니다. 네, 市場に出していた頃は1リューベン、1立方メートルあたりだいたい1万円。じゃあ市場が원목으로그냥팔아버렸을때는부가가지없잖아요그러니까1방미터에만원1평방미터1방미터立方メートル아네こういう取り組みですね地域で最終製品にまでするっていうか、取り組みを始めると1立方メートルあたりが30万円の価値を生んでいる。만원에팔던것을여기서부가가치가오니까30만원까지약30배의부가가치가탄생이된겁니다そこに雇用も地域に生まれているので、そういう意味でいくと、地域にもたらす経済効果というのは非常に大きい。그러므로고용도역사에이루어지기때문에그렇게변신함으로써지역에공헌하는경제의유발효과가굉장히컸습니다そのためにね、そのこの地域の民間の学校、森の学校とかっていう学校、ごめんなさい、製材所とかが新しい商品開発ですね、はい、30万円で売るためになるための商品開発をして、地道にこうお客さんを広げていった成果で、今それぐらいになっている。지금ね、그게갑자기이렇게30万円으로、만円30万円を変化するのが、거기에여러가지、치밀한그진행과정이있었습니다그래서상품화고보다도매력적인판매루트를확보하고는이런노력이있어서지금30만원까지가올라가게된거죠こういう取り組みをするために地域の中に山のコーディネーターをするところや実際に그렇게얘기해서는산림의코디네이터를하고있는매니지먼트정도의인재라든가あと、こういう山って、ほとんどが民有に個人の持ち物なんですけど、それを村が、集めて集約化して効率よく林業をやるようにしています。이게지금전부다그개인소유의산들이많습니다여기에그거를이저이지방자치단체들전부다한꺼번에전부통관해서효율적으로그걸개발하는거죠관리하는거그게個人でやると森林作業するのに赤字になっちゃうんですね。マイナスになっちゃうので、만약개인소유주가그걸하려고한다면산림정비를하려고그러면적절하는데우리만약에뭔을한꺼번에다해가지고하는소리가이와가또구미아이みたいな感じでやってるんですか？これは村がやってます。村が自治体です。自治体が預かって預かった分の林山の経営を自治体がやってる。なるほど。じゃこの自治体が村が中心になってやってる。이건협동조합형태가아니라이걸전부다군에다가전부다위탁을하는거예요그럼군이그걸받아가지고전부다생산관리를하는거죠この取り組みは多分日本で多分うちだけ이런그정책실현을하는것은아마일본에서는이지역밖에없을겁니다この3年後ぐらいから始まるんですけど日本の森林環境税っていう取り組みがあって、はい、それの元になったのがこの取り組み。지금일본의3년후에산림환경세제저세금이앞으로발생이되는데그것의기준이됐던게이동네의모델로그렇게됩니다個人の財産で山が、はい、そこにその税金を投入して、整備していくっていうことなので、なかなか思い切った政策としてはされてるんですが。一旦成果が出ているので、国の方でも評価をいただいています。이거는지금그개인의삶이었는데세금이포함된공공그행정이이걸움직여서하는것에대해서되게이거를어려워했는데일단성과를내자다른지역에서도이거를모델로해서실현하고있습니다そうやらないと逆に日本の山が荒れていく、地域西山の場合だとこの辺の山が整備がされ、個人に任せておくとさっきみたいにマイナスなので整備が進まなくて荒れていって災害にも弱くなる。なので村が責任を持ってやっている。그러니까이게이제지역지자체에서는그이점뭐냐그러면개인개인이그걸하려고그러면돈이너무많으니까아예손을포기를해버리는데그러다보면산림관리를안하니까홍수피해라든가이런데도취약하고여러가지가로스되는게참많은데
한꺼번에 함으로써 집약적으로 함으로써 그걸 커버가 되는 거죠. 뭐 1つが 재생 가능 에너지인데 赤いのがですね、木を使った薪、薪で使ったエネルギーシステム。지금이거빨간거있죠저거는장작으로장작을사용한그보일러입니다그러니까이거는그걸로열을저기저나무로인해서얻는거고主に西アークは温泉があるんですけど、はい、湧いてる温泉は温度が低いので、うん、薪で沸かしてお客さんに提供しています、うん、지금이런것은온천은일본에서법령으로온도에의해서온천이라고결정하는게아니라성분이거든요그러니까이렇게끓이는것은더온도를적당한대로올리는건전혀문제가없어요그래서여기서나오는온천이뜨거울정도가아니니까그걸온도를높일때이저장작을써가지고그걸대체해서쓰고있습니다こういうのにその家を建てるの柱とか、うん、あとそのこういう床とかに使えないようなものをエネルギーとして使う。그리고또이이지금저가전그가구같은것중에서도안쓰는나무같은거있죠그거를버리는게아니라에너지로서도활용합니다보일러라고요네아오이노가수위력발전그리고지금그파란색이수력발전입니다얘가이제삼중이있으니까で黄色いのが建物の上に乗せたりしている太陽光그다음에색이그노란게그건물이라든가건물위에라든가이런데적당한장소에둔태양광뭐같은こんな単位のところなので、あまり太陽光には向いてないんですけど、こういうふうにいろんな何でしょう、再生可能エネルギーの取り組みもやってます。で、今じゃあ、いっけ、山層いにか渓谷에는이런태양열이좀하기가어려운데할수있는곳여러가지를좀노력해서발전자원을개발하고있습니다で、新しく水力発電所を今作ろうと。工事しているところですね。지금그이수력발전을만들고공사하고있습니다。제가지금빨라졌는데나あとこの向こうなんですけど、バイオマスのエネルギーセンターを作って、お湯をこの辺りの施設に送っていって、暖房とかに使うようなエネルギーセンターの事業も今やっています。じゃあバイオマスというところは、お湯を薪で。오일라든가그렇습니까그오일을일반가정에파이프인데지금일반가정ではなくて建設中の公共施設ですね学校とか지금여기또하나는그보일러로나온온수를저기얻어가지고그거를학교라든가이런공공시설에다가온수를공급해서그거를난방으로이용하는그런계획을하고있습니다왜냐하면100년의모니지료에出てくる木を何ですかね、余すところなく使えるように、うん、いろんなものを地域内に置いていて、ただ西岡の考え方は村の中から出てくる材を、効率よく 100% 使い切るっていう方向でよそ外のから買ってきてまでやろうというスタンスではないです。지금이거는어디까지나우리동네에서나온나무를단한톨이라도버리지않고이거를최대한알뜰하게써서그에너지를하거나유효롭게쓰자는것이지다른동네끝까지이렇게가져다가사다가쓸정도까지는그건아니다라는겁니다네뭐그런느낌으로왔습니다이렇게지금그저기목탕이라든가이런걸쓰기도하고요これが泊まるところ温泉で、こっちが日帰りですね。お風呂だけ入る。이쪽이온천이고、그다음에하루저그당일치로가는그러니까목욕탕같은거죠온천목욕탕이런것을예전에는등유로썼는데지금은전부다나무로써서그화석연료를쓰지않습니다네それぞれにまあこういうボイラーを置いていて、このこういうふうにこのボイラーを運転するのをローカルベンチャーでやってます。이렇게지금저기보일러를운영해주는사람을로컬벤처에서이사람들파견해서하고있습니다로컬벤처는主に東京とかその都市部の若い人たちが来て西アクラで事業を起こしたり働いたりする人たちが多いロ컬벤처에일하는사람들은동경이라든가이런대도시에서와가지고젊은사람들과서일을하거나새로운사업을
벌리는 그런 역할을 하고 있습니다. 네, 예, これ さっきのエネルギーセンターですね。次がエネルギーセンターです。今皆さんのいる役場はここで。そのところにいるのは昆虫の場所。エネルギーセンターがここで。これがエネルギーセンターが여기쪽。で、学校。これが학교。あとこの辺あの福祉施設ですね。福祉施設、老人福祉施設とか。そういうところにこうあのお湯を送っていくっていう事業。その効率的にあのそのする前では全部化石でいいよ。つまりそうそうですね。灯油とかを灯油電気ですね。지금이제이런공공시설에쓰는것까지일반가정까지어렵지만은에너지센터에서전부다온수를공급한것으로서그전에등유를썼던것을대체하기때문에경제유발효과에너지또예산을많이줄일수있었다는효과가있습니다で、まあ、え、これがちょっと図でその表しているものになります。今お話ししたところですね。지금얘기했던내용들의그흐름도를지금표시했습니다。え、考え方としては、え、今まで先ほどちょっと言われたようにですね、石油とか電気で、まあ外から買ってきたものを、え、100年の森事業で出てきたもので、え、賄うことによってお金が地域内にで、まあ、지금까지석유라든가전기는외부로또돈을주고우리가돈을주고샀잖아요그런데이거를사지않고우리동네에있는나무를이용해가지고그걸사용하기때문에돈이외부로유출되지않고이관내에서흐름이돌게되는거죠선순환이되는거죠네에一方水力発電とかは発電して地域外に売っていってお金をいただくいただくとするとまあそれをまたその地域の事業に当てていく。그리고또수력발전은수력발전에서전기를만들어가지고이거를다쓰지못한중외부에다판하는거죠판매된돈이우리동네로들어오면여기서또사업을지원하고활용하는거죠근데実際にあの育て電気は余るぐらいですかこの地売ってます。あ、そうですか。じゃあ太陽とかあの薪それからあの水力で全部この住民たちが使って余るぐらいで売ってはえっとですね今は新しい今建設中のができると、はい、ほぼほぼ RE100 になります。あね、地域内の、はい事業家庭用と事業用、はい事業用の電気を合わせたものの、はい、地域で使われている電気ほぼほぼ 100% が、はい、あの水力発電に賄えるなるほど지금그이수력발전을지금하고있는것은이지역에서쓰는모든개인이나민간이지역에서쓰는모든전기량을커버가되는저 100% 자주복원을할수있는정도가가능합니다日本ではその再生可能エネルギーを電力会社が高く買い取るっていう制度があるので、そうですね。そのフィットに乗せるためにあの水力発電で売ってるんです。아여기는우리도그렇지만태양열같은거는좀저일반원전에서좀한전에서좀비싸게사잖아요이런것을하기위해서지금수력발전을여기다계속만들고있습니다네에이마ですね100年の森事業を言いながら、ですかね、もう一つ、どう言いましょう、中間支援って分かりますかね、マッチングの仕組みを持っている会社を、民間の会社がいて、そこが要は地域から、地域外、都市部から人を呼び込んでくるようなことをあのやっているんですね。そのローカルベンチャーというところが、あのマッチングということをするわけですね。そうですね。지금이제이렇게100년사업을하고있는것과별도이사람들이필요하니까매칭하는그저이회사기구가있어서외부로부터의전문가라든가이런사람들을불러오는그런사업을하고있습니다로컬벤처っていうのは이주してきて起業するっていうプロセス起業家さんを連れてくるみたいな感じなんですね。なので地域に仕事を作って、まあ、田舎で何かチャレンジしたいっていう人たちを探し出して呼び込んできて起業してもらって雇用してもらってっていうような지금 그, 그시스템은외부의사업자를이쪽으로와서사업을하게하고
고용을 하게 하고 일을 하게 하고 그러면 사람들이 여기 또 인구가 증가되고 이러한 전문적인 일을 하는 역할을 합니다. 네, 막 소노 결과ですね. 아노 この 5번의 黄色가 西アフラさんですね. 지금 그러한 역할을 했기 때문에 그나마 인구 감소가 천천히 이루어진 거예요. 지금 노란 게 지금 저기 이 동네 그 西アフラ의 그 그래프입니다. 네, 他の 色の4本はこの周りの自治体です。 지금 나머지는 빨간색, 파란색 이거는 나머지 네 개는 이 주위에 있는 지역들의 그런 상황입니다. 인구가 고 해뜨기는 西アフラさんはなんとかこの工場さがいが緩くな 지금 다른 데는 급속하게 이렇게 직선으로 하고 있는데 여기는 조금 조금씩 그 인구 감소를 좀 천천히 하는 그런 역할을 하고 있습니다. 今では 1500人 ちょっといかないぐらいの人口ですけど、大体 1割が あいたっていう都市部から移住してきた人ですね。 지금 여기 1500명 정도인데 약 10% 그러니까 약 150명 정도가 아이타 유턴이 아니라 고향을 찾아서 온 게 아니라 지역 도시 정도 아이타라고 하고요. 유치하는 거. 그래서 유치해서 온 사람이 한 150명 정도. 없어. 네. 배나. 네. これはあの村の子供の数ですね。いきなりこ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 の村の子供の数
128 정도 되는 이 섬부터 로컬 벤처를 운영하기 시작했습니다. そこからこう子供たちの数が 그리고 나서 어린이들의 이런 인구 증가가 이렇게 보여지고 있습니다. 무라와 작잖아요. 고고 하이스쿨은 ないですね. 중학교만. 여기는 저기 작기 때문에 고등학교는 없고 중학교까지는 있습니다. 今では、20%がその、アイターン、都市部から来た人たち。20%の、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 
개발이 돼 있대. 지금 로컬 벤처랑 같은 경우는 이 안에 묻혀 있는 여러 가지 그 사업들을 발굴해내는 그런 것이 좀 주된 목적입니다. 이시한크가この取り組みが 2013년 からだから 6년 ぐらい になるんですけど 이게 지금 이런 정책을 시행한 게 한 6-7년 정도 됩니다만은 今ですね、大体始め、合併しないって決めてから 34 ぐらいの事業が起きていて、 大体それらの売り上げをトータルすると 15-6億円が 地域に増えたと。 지금 로컬 벤처에 그 연관돼서 34개의 사업들이 그 후로 일어났고, 그리고 나서 여기에 15억에서 16억에, 그러니까 우리로 치면 한 70억 정도의 그 저기 생산이 늘어났습니다. 네, 考え方としては, 일본もずっと 何でしょう? 人口が増えて経済が大きくなって生きているときは 前と同じことをとにかく続けていけば登っていくんだけども、地方、こういう田舎の方はもうとっくに人口減っていくし、経済がどんどん都市に逃げていくしっていう状態の中で、過去と同じことをやって